先月、拍手喝采の中東京公演を終えた舞台千と千尋の神隠し。ここで働かせてください。まだそれを言えるかい。ここで働きたいんです。 LED やプロジェクションマッピングを使用せず、キャラクターはすべて俳優たちの肉体と小道具で表現。映画の世界観を見事に再現しており、千と千尋ファンのみならず魅了されます。この舞台、大成功の秘訣の一つが、本当に千尋は運動量が半端なくて、もう本当にもう無理ですってとこまで走らなきゃいけないんですよ。もう本当何回か倒れるかと思いました、ね、苦しかった。そう、10歳の主人公千尋役を演じる上白石萌音さんの運動量、およそ2時間半の上演中、上白石さんはあらゆるシーンでステージを駆け回ります。川の向こうへ走れ。踊る姿は千尋そのもの。この運動量で名作アニメーション待望の舞台化を実現させているのです。千尋を萌音さんとダブルキャストで演じている橋本環奈さん。去年12月から3ヶ月にわたり稽古を共にした環奈さんだからこそ知っている萌音さんの素顔を教えてもらっちゃいました。結構稽古場とかでもみんなそのカンパニーで集まると、割といつも笑ってくれる感じなんです。萌音ちゃんのこう立ち位置的に、例えば顔なしの小春さんとか、あの凛役のふーちゃんとかがもうとにかく盛り上げて、で私もどっちかというとわー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 やってる方なんですけど、何をやっても笑ってくれるんですね、モネちゃんは。だからそれがすごい、あの私たちとしてはありがたいし嬉しいんですけど、あんまりだから自分から面白いこととかをやったりするタイプじゃないけど、時々振ったらやってってくれるんですよ。で、千と千尋の中で頭っていう緑の顔の3個頭が出てくるじゃないですか、頭っていう。でそれを持っておいおいとか言って舞台稽古でやってたんですよ。めちゃめちゃ可愛くて、なんかこう本人としては多分面白いことをやったのかもしれないですけども、なんか可愛いが勝るっていう。